はい、どうもこんにちは、サイです。今日はですね、タイジ君を書いていきたいと思います。タイジ君はアンズさんとドレイクさんがリクエストくださいました。リクエスト本当にありがとうございます。東京リベンジャーズのキャラは再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。結構下を上から下ろしてきて、でスーッと斜めに下ろしていて、でタイジ君結構顎をかなりしっかりめに作ります。で上げていきます。そこからくっと斜めに上げて耳につながっていきます。でちょっと鼻を先に、タイジ君結構ちょっと鼻筋がかなり通ってるので斜めに下ろして、でちょっとグイッと上げて、で鼻の穴チュンと、で目は前を斜めに落として、で、スーッと上げていきます。で、下ろしていきます。で、瞳の丸を上にくっつけて、タイジ君は爬虫類目なので、縦に長めの黒い丸を描きます。で、下のラインを描いて、ライン二重にしていきます。で、二重のラインを描いて、眉毛はこの上のラインからちょっと斜めに上がったところぐらいからグーンと上げて、で最後ちょっとクッと太めにします。でちょっとシワを入れます。でこの額のあたりにちょっとピキッピキッとした、で鼻筋に、で反対側の目も上のラインをスーッと上げて、でちょっと前を落として、でこっちも落としていきます。で瞳の丸を描いて、で黒い瞳の丸、で下のラインです。でシワ、でラインにします。で二重のライン、眉毛グイーン、でちょっとこっちグイッと、でシワちょっと入れて、で口はこの鼻の下から結構大きめにグイッとニヤッとさせて下ろしていきます。でグイッと、でちょっと歯をピザ、で下唇、でまず首をちょっと斜めに喉仏作って落としていって、で髪の毛はピピッと描いて、ここですね、ここのスーッと上に上がったところぐらいから、ここから上にボワーンと広げていきます。まず1本目で毛先分かれさせてボワッ、でここからもう一丁くるっと上に上げて、で毛先蓋を分かれさせて、でもう一丁今度は下向きにくる、外はね、外はね、でグインと下ろしていきます。で今度眉毛の横を取って下ろしていきます。ピヨッと外に出して、ちょっと耳が邪魔なのでもう消します。でここちょっと消して、こっちの手前の毛束を優先させます。眉毛はチュチュチュッと描いて、でピヨッと出して、ここはまた1本ピヨッと出して、でボワーンとはなるんですが、ちょっと全体的なバランスは取りつつって感じですね。タイジ君ちょっと髪がかなり難しいんですが、この辺りから1本またピーッと、で毛先は蓋を分かれさせてちょっと柔らかい感じで、でピヨッピヨッと、また1本ピヨッと出して、でここ青い部分なので塗っておきますね。で外にまたくるっと出して、くるっ、でここも青で、で毛の流れを描いて外跳ねさせていきます。くる、
き先ふと分かれ。でも一応切る。また来る。青いところ。で、ちょっと来る、来る、来る、来る。もう一応来る。でも一応来る。で、ちょっと上に飛び出させて。で、ちょっと毛の流れを描いて、こっちに出して。で、ここもちょっと青いので、タッチ入れて。で、反対側の前髪ですね。また、この分け目のところからグイッと出して。ピョッと飛び出させて、毛先測りさせて、で、スーッと下ろしてきて、で、生え際、ちょっと入って、もう一本こっちに飛ばしていきます。で、もう一丁グイッと出して、手先分かれさせて、でグイーンと外に出していきます。これも青ですね。でこっからピュッピュッピュッと後ろに伸ばして、後ろにグイーンとまとめて、若干オールバック気味でもあるんですけど、なんかボワボワしてるんで。オールバックっぽくは見えないと思う。で、グイッと上げて、で、ここも青です。で、最後にちょっと特攻服描いておきます。まず襟ですね。タイジ君の特攻服かなり襟が大きいですね。で、ここ止めて、スーッと下ろして、で、反対側も襟で止める。で、下ろす。で、襟で、じゃあ、ここ二重にする感じです。で、ボタンにちょっとシワ入れて、で、こっち側を止めていきます。で、この辺りがこうグイーンと肩が出てきます。で、肩のとこもちょっと厚みつけて、で、このあの肩のパーツですね。ウィーンと取って、ここをちょっと厚みつけます。で、ここに打っていく。シワシワで、シワシワで、あとは確かに入れ墨ですね。ここに線を二重に書いて、で、ピュッと取り出させて、で、こっち、ウィーンとラインが見えていきます。ちょっと黒くなってきますね。で、ここ、くるくるくるっとして、はい。というわけで完成です。もし参考になったら、チャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か、書いてみたいリクエストがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい。というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。